皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日ご紹介するのはこちらの商品、ドン！リーンの伸縮スピンナーハンドル。はい、ということでございまして、こちらもうね、もう皆さんよくご承知の、まあ、伸縮できるスピンナーハンドルでございます。でこちらね、2分の1が圧倒的に人気で、ほとんど皆さん2分の1を結構もう持ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、今回ですね、もう10年近く、お休みしておりました8分の3の差し込み角のものも作りましたということでご紹介なんですけれども、まあ、このね、伸縮スピンナーハンドルが生まれる背景というか、スピンナーハンドルっていざという時にこう使いたい工具、結構ベスト10ぐらい入るんじゃないかなと思うんですけども、持っておきたいんだけど工具箱の中でめちゃくちゃ場所を取ると、長いやつで長くないと力がかけられないので意味がないわけですよ。でも長ければ長いほど工具箱の中で場所を取っちゃう。でもたまにしか使わないもんだから、たまにしか使わないスピンナーハンドルのために工具箱の中でこう斜めに置いちゃったりとかして、他の工具の邪魔しちゃうの嫌だっていうことで、なかなかね、あのスピンナーハンドルって欲しくてもちょっとためらう工具だったんですね。で値段も結構高いし、まあ、力が入れられるものなんだけど、まあいいかなと。っていうことで、あの皆さん結構短めのスピンナーハンドルをね、買って、それにこうパイプとか入れちゃって、ガツンとか、ね、いう方多いね。これね、もうね、僕もね、結構お店立ってるとですね、こう、赤裸々な皆さんのお話を聞くことが多くて、その当時本当に、長いの欲しいんだけど、工具箱の辺で嫌だなって、っていうので、やっぱりこれがいいんですよっていうことで、この伸縮のスピンナーハンドル、これをですね、アメリカの某有名ブランドのものであったわけです、伸縮のスピンナーハンドルが。でこれ最高なんですよって結構こう自慢されてね、いいなと思って、じゃあそれを作りましょうとね。やっぱり値段も非常に高いんで、でもそれに負けない強度で、同じぐらいの機能を持った伸縮スピンナー作りたいということで、工具メーカーさんにご相談しまして、某、大手有名工具、アメリカ、ブランドの、作っている工場に潜入しましてですねいいのかな言っちゃって、でお願いしてちょっと作りましたということで、まあいろんなね、ディテールをやっぱり負けないものを作りたいということで、これ見ていただけると分かる通り、少しこう45度ずれておりまして、通常のものと比べますとこうね、入れる角度が違うような作りになってます。これはね、もう何度もいろんなところに確認したんだけど、諸説いろいろありまして、この方が力がかけやすいではないかというような見解があります。これもね、結構ね、いろいろ数値だけじゃなくて、いろんなね、使い勝手っていう部分でいろいろあるんですけども、我々としてはいろんなメカニックさんのご意見からここ45度曲げて作りました。であとはですね、これが一番短い状況ですね。で2で3ということで、このぐらいの長さまでいきますので、力がかけられるというようなものです。でね、これあとはここの長さが調整できるっていうのは、ある意味オーバートルクを防ぐ、まあこのぐらいの状況で、最後締めるときにね、緩めるときは長くしたいけど、締め込むときはこれで締め込むのがちょうどいいみたいな使い方をされていることもありますと。ということで、伸縮イコール工具箱の中に保管するのが便利、力がかけられるっていうことだけではなくて、力をかけたくないときにも使えるということで、一度使っていただくとですね、かなりいろんな自分の中で発見があるんじゃないかなと思います。でこの2分の1に対して8分の3も同様にこちら曲げてあるということと、この8分の3で小さいサイズのものね、小さいサイズのものにここね、2分の1から8分の3に変換して使っちゃうとね、オーバートルクとかね、やりすぎちゃうことがあるんだけど、この8分の3の長さのものがちょうどいいと、ね、これでも結構力入ります。でこれね、8分の3の一番長いやつでも、この2分の1の一番短い状態とほぼ同じ長さなので、まあ安心して使えるんじゃないかなと。小さいサイズ一番怖いのがねじ切っちゃうことなんで、これやっぱり2本持っていただけると使い分けができるんじゃないかということで、今回ですね、8分の3久しぶりに登場させていただきました。これはあまり人気がないとですね、また作れなくなっちゃいますんで、ね、こんな風に使うのいいですよみたいなの、皆さんの方からですね、お友達も広げていただきまして、8分の3の伸縮スピンナーなくならないように、ぜひお守りいただければなというふうに思います。ということで、今日はディーンの伸縮スピンナーハンドルのご紹介でした。それでは皆さん、さようならー。